皆さんこんにちは、全日本モトクロスではありません、2012モトクロスオブネーションズベルギー、ロンメルに会場のロンメルに到着しました。今、モンスターエナジーのケータリングブースの、屋上に上がらせてもらってこのムービー撮ってます。ちょっとざーっとロンメルの前景を見ていきます。今ブルが入っているところがスタートラインで、実際にはスタートライン左へ1コーナーという感じになるんですが、向こう側にずっとあのキャンバーになっていて、そこが、いわゆる仮設の観客席、それから土手の観客席で、あそこにお客さんは全部入ることになるんだと思います。割とコンパクトなコースで、インフィールドっていうのはほとんど入れない状態だと思います。こうやってこのフィニッシュジャンプが実際一番標高が高いくらいで、あとはほとんど、スライチのコースです。最終コーナーに向かって VIP テントが並んで、ぐるっと回って、あそこでおそらくもう一回ターンしてフィニッシュ、1コーナーの先に合流していくんだと思うんですが、そんな感じのコースです。非常になんか天気予報いまいちだったんですが、現状、晴れています。今朝のロンメルの街中のレストランでユーズストリームのボスに会ったんですけど、天気良くなるよっていう風に言ってくれました。そんなわけでとりあえず到着できたので、ぼちぼちと、速報を送らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。以上、ロンメルの金曜、ちょっとお昼前ぐらいの時間でした。